スーパーファーリーアニマルズは、イギリスのロックバンド、ウェールズのカーディフ出身。略称はスファ、あるいはファーリーズ、日本ではスーファリという愛称でも呼称されている。1993年結成。ウェールズの文化、言語に対しての愛着心が強く、結成当初はウェールズ語で曲を作っており、全編ウェールズ語歌詞で構成されたアルバムも発表している。 セカンドアルバム以降のジャケットはカーディフ出身のイラストレーターピート・ファウラーが手掛けているが2007年発表のヘイビーナスでは日本のグラフィックデザイナー田上美慶一が担当した別々のインディーズバンドで活動していたメンバーが集まり1993年にテクノバンドとして活動をスタート1995年に ロンドンでのライブを見たアラン・マッキーによって彼の経営するクリエーションレコーズと契約。1996年にそのクリエーションからデビューアルバムファジルジックを発表。サムシング・ヨン・ザ・ウィーク・エンド、ゴッド、ショー・ミー・マジックなど4枚ものシングルカットにも支えられたアルバムは高セールスを記録。その後はコンスタントにアルバムをリリース。 2000年観光の旧マガジン誌が選ぶ過去最も偉大な英国アルバムのトップ100にも選ばれるほど高評価を博した1997年のラジエーター、トロピカル音楽やホーンセッションを取り入れてメジャーヒットを記録した1999年のゲリラ、全編ウェールズ語歌詞で統一された2000年のムーンブからは音楽面以外の芸術性も注目を集めた2001年の リングスアラウンドザワールドではサンプリングを巧みに活用し評価セールス両面で大きな成功を収めた。タイテロ戦争などの不穏な世相が反映され、これまでで最もシリアスに政治色を打ち出した2003年のファントムパワーと平和をテーマにした2005年のラブクラフトという2つのコンセプトアルバムを経て2007年のヘイビーナス。では、 パーティー要素を満載したポジティビティを3分ソングに凝縮したポップイズムが好評を博し各国で軒並み高成績を収めた。2008年には以前からソロ活動を展開していたグリフによるネオンネオンというサイドプロジェクトがカーリーズの活動と並行して本格始動した。2009年3月には9作目ダークデイズ・ライトイヤーズを自身の HP からデジタルリリース。 後日 CD フォーマットでのフィジカルリリースを行うという、レディオヘッドや9インチネイルズなどが行った変速形態での作品発表を実践した。それと同時に、スタジオで行われているレコーディングやミックスの模様を、ウェブ上でストリーミングさせるなど、実験的な試みはなお尽きない。クリフリースのライブパフォーマンス、ありがとうございます。